天水を制し、さらなる北進の足がかりを得た諸葛亮ら諸軍。またここでは魏軍の将であった麒麟寺脅威を仲間として得た。一方魏では智謀の師司馬懿が蜀の北伐への対策を立案。漢中と前線を結ぶ両道上の要地街堤を奪うべく進軍を開始した。これを知った諸葛亮は領土を死守すべく街堤へと急行する。街堤は山地だが高所の利は薄く、山間を走る街道の防備が重要。地勢を熟知する諸葛亮は各省に街道での布陣を命じた。しかし功を急ぐ諸葛亮の弟子馬謖がその命を破り山上に布陣。果たして馬謖は魏軍に包囲され、戦線は崩壊してしまう。諸葛亮は断腸の思いで全軍に退却戦を命じた。脅威、月英、長宝、漢口が街堤の窮地に活路を開く。龍の妻としての誇りを胸に、いざ参ります。山に寄るのは戦の常道。しかし上将は戦の前にそれを禁じていました。いえ、それを語っても仕方ありませんね。この私が事態を打開しましょう。苦戦してる奴らが心配だ。あとどれだけ持つか。敵の芝居ももうそろそろ着くらしい。早く助けてやりたいが、この状況じゃ。味方を救い撤退する。それならいくつかの手はあると思う。それに長雲殿もこちらに向かっている。退路は確保してもらえるだろう。すごいな観光、この状況でいくつも策が思いつくのか。ああ、策を考えるのは嫌いじゃないから。嫌いじゃないからってお前らしいな。苦戦してる奴らが心配です。急いで助けてやらないと。上将に従い馬謖を救い出します。それが我らのなすべきことですから。馬謖は山頂で敵に囲まれています。急がねば救出も危うい状況でしょう。しかし進軍路はたった一つ。他の道は長江により岩で塞がれています。山頂への布陣は我が弟子馬謖の不明、そして彼にこの街堤を任せた私の不明。非は私たち二人にあります。ですが苦境にある兵らに罪はありません。恥を忍んでお願いします。どうか一人でも多くの兵を救ってください。馬謖の部隊を救出も街堤から撤退します。かかる速やかに行動を移ってください。承知しました上将。必ずや馬謖殿を救出してまいります。何か罠があるはず。十分注意して進軍してください。わかりました。孔明様、わかりましたね。来い、我が治癒で葬ってくれるわ。脈もここで終わりよ。
ませんね。急いで馬謖殿のところへ参りましょう。編纂の成果です。して名を進めるかな。研究の成果を披露しましょう。敵の土砲は全て壊しました。さあ先を急ぎましょう。これ以上持ちこたえられない。すまん、誰か救援を。変換の成果です。この俺が相手だ。助けいただけるとありがとうございます。脱出を助けるため
超支流が死守する。みんな撤退を急げ。剣石は止まりましたか。ありがたい。これで私も先へ進めます。本陣だ。馬謖殿、頑張りましょう。ああ、分かった。私も気力を振り絞ろう。お茶せ、ありがとうございます。私たちの気力を一掃しましょう。一人で何がしたいんだ。言えるなら今だぞ。面白い奴だな。一人で何してんだ。上昇。この敗戦、北伐にとって大きな痛手で、そしてその日は全て私にあります。あなたを任じたのはこの私ならばこそ、私もなりません。心象筆伐心得ております。上昇、どうか公正なる裁きを賜りますよう。
おめえ様。この戦、長江を退けました。奴が馬謖に気を取られたからできたことです。なら、それは馬謖の手柄ってことですよね。ほら、あれだ、新将筆伐の将の方。それは奇弁だ。しかし陣には反しない。そうではありませんか、上将。